お笑いタレントのカンニング竹山52が27日 X、Twitter を更新。福岡空港で飛行機が停止したことでクレームを言う人が出ていることを嘆いた。竹山は午後3時ごろ福岡空港で停止している飛行機の画像を調布し、ただいま福岡空港すべての飛行機が昨日停止中。こんなことあるんだ、と投稿。竹山によると、落ち電予報が出たため離着陸停止、乗客の乗り降り機能も停止。そのため竹山も福岡に着いたものの機内に待機したままだという。しかしこの状況に苛立っている人間がいるようで、ごくわずかのおじさんが CA さんに苦情。説明あったからわかるでしょう。空港の判断だからしょうがないでしょう。大人の流儀に反してみっともない、とクレーマーたちの態度を嘆いた。その上で、怒鳴り出したら俺行きますわ、などと綴っている。